こんにちは、梶ひとみです。今日は私が10年以上取り組んでいる腸活についてお話ししたいと思います。それは適度なエクササイズと食生活の改善です。私は10年前からピラティスにも取り組んでいます。そして毎日の食生活で意識しているのは、食物繊維を含む野菜と善玉菌が入っている発酵食品をしっかり摂ることです。野菜は特に根菜類やキノコ、発酵食品は味噌、納豆、ヨーグルトなどをよく摂ります。体を動かして食事にも気を使って、善玉菌、食物繊維をしっかり摂るようになって、腸内環境が本当に整うようになりました。今では頑張らなくても体の調子が良くなりました。私がおすすめするのは味噌汁です。食物繊維が摂れる食材が一度に美味しく食べられます。味噌は発酵食品の一つですし、毎日食べても全く飽きません。味噌汁は簡単に作れるし続けられますよね。そんな私が考案した味噌汁レシピを紹介します。忙しい朝でも簡単で美味しいお味噌汁なので、ぜひ作ってみてくださいね。では作り方を紹介します。材料はこちら、ぶなしめじ、青さ、ネギ、ごま、どれも食物繊維が摂れる食材です。そして発酵食品の味噌と納豆を入れます。納豆が苦手な方もいると思うんですけども、お味噌汁に入れるととっても美味しいので、今回ぜひおすすめしたいと思います。お味噌汁の出汁には私も愛用している味の素の本出汁を使います。それではクッキングスタート。それでは沸騰したお湯に味の素の本出汁、ぶなしめじ、青さを入れていきたいと思います。で、本出汁は顆粒だから溶けやすいし、使いたい量調節できるからすごい便利ですよね。素材にこだわった3種類の鰹節を使ってるから、すごくいい香り、奥深い。便利で美味しいので、毎日続けるためにも本出汁ってすごくいいですよね。ぶなしめじを入れていきます。一口サイズだけど、ちょっとこう食感が楽しめるぐらいのサイズに入れるのが私流です。そしたら次に青さを入れていきます。食物繊維たっぷりです。そしたらちょっと具材をこうなじませていきます。もうすでにきのこと本出汁の香りがすごく美味しそう。いい香り。はい、続いてお味噌を溶いていきたいと思います。お味噌を優しく溶いていきます。あ、お味噌の香りもしてきましたよ。一口だけ味見をしてみます。お出汁が効いてる、美味しい。そしたらこちらを器に移していきたいと思います。お、きのこたっぷりめがいいな。青さときのこがたっぷりです。そしたら最後にここに納豆を入れていきます。このね、納豆をのせるのが本当に今回おすすめです。はい、納豆をのせて、ネギとごまをトッピングしたら完成です。すごく簡単ですよね。美味しそう。いただきます。きのこがすっごい美味しいです。きのこと青さの香りと本出汁のカツオのコクが効いてすっごく美味しいです。美味しい。ごちそうさまでした。食物繊維が摂れる食材と発酵食品の味噌が一度に美味しく食べられるお味噌汁のレシピです。
お家にあるもので簡単にできちゃうキノコと青さの納豆のせ味噌汁、ぜひ皆さんもお家でやってみてくださいね。